ゴールキーパーポープウィリアム、最終ラインですが右に鈴木、左にオナガ、センターバックはチャンミンギュと池田のコンビです。中盤のセンターに宇野と松井、右バスケスバイロン、左に高橋、ツートップエリキとフルス対戦となります。藤尾のコンビということになりそうです。今日はミッチェル・デュークベンチからのスタートです。ゴールキーパーホセアウレリオスワレス、3バック右に森光大、左に今日は長谷川、そして中央に石尾が入る予想です。アンカーの位置に白井英二がいて、インテリオールは児玉と杉本のコンビ、ウィングバック左に西谷、右エウシーニョ、ツートップ柿谷と森海斗という、こういったメンバーになっております。まあ一つ飛ばすというか、まあそういったボールも必要になりますよね。白井に対して藤尾のプレス、右エウシーニョ、さあここでプレッシャーをかけてエリキはボールを取り返します。中に高橋がいますが、足元藤尾に収まって左足とシュートだ。開始5分です。ビッグチャンスが来ました。町田、まあ、町田これが理想ですよね。ハイプレスでこう全体でいってますし、まあ、石野選手からエイチ選手が、ね、そこを回収しましたから、はい、そこから素早い攻撃、まあ、エリアに入り込みながら藤尾選手が左足振りましたけどね。まあ、インサイドの中盤が、ね、うまく引き出すとか、まあ、そういう、はい、あ、ここは高い位置で取り返して町田です。運んで高橋、浮かせて藤尾、ダイレクトで折り返してきました。まあ、ここは奪ってからの速攻、最後折り返しに入ってきたのは松井です。まあ、決定機でしたし、まあ、ベンチの、ね、ベンチのサブの選手も悔しがってましたけど、はい、奪った後ですよね、はい、やっぱりこう出して受けて、そこの関係性だけになってると思うんですよね。だからそこでやっぱりこうプラス1、まあ、白井選手もね言ってたって言いますけど、はい、もう一つ3人目の関係とか、まあ、そこでうまく関わるっていうところはやっぱり必要になりますよね。入れ替わりを狙った藤尾はまだ粘ります。さあここで取り返しました徳島、坪本、藤尾がプレッシャーをかけに行って、間にいたのはエリキ、エリキが抜けて、エリキ素晴らしい32分ホーム、町田先制、エリキ今シーズン15点目。選手のやっぱり守備の回収のところですよね、はい、まあ、ここはしっかり効いたと思いますしね。まあ、ここで奪われたんですよね。まあ、そこでやっぱり一度しっかり追いましたし、まあ、そこで回収しながら、まあ、ラストパスエリキ選手がこうエリア内運びながらね、はい、まあ、落ち着いてうまく1対1のところをしっかり決めましたよね。鈴木は下げます。西谷がプレッシャーをかけに行ったところですが、ポークの長いボール落下点には柿谷、間で森海斗を要求していますが、柿谷から森海斗、足元を収める、森海斗、うん、パスにしました、エルシーニュー、左サイドから鮮やかな展開、最後仕留めたのはエルシーニュー。ワンチャンスで仕留めましたね、徳島すぐに追いつきました、1対1。高いところ、まあ、柿谷選手ですよね、はい、ちょっと宇野選手のトラップで、ね、ミスして流れたところ、まあ、森海斗選手がうまく抑えましたし、大永選手が絞ったところ左サイドフリーになって、ね、まあ、徳島右サイドですよね。そこでうまく石井の選手も上がってきて、はい、まあ、森海斗選手もしっかり見てラストパス、まあ、左エースでしっかり落ち着いて決めましたよね、はい、投げた後のこれのところですよね。そうですね、ニアサイドに入れてきました。これは足元で受けて、もう一回鈴木へかわして中への折り返し、ヘディングシュートだ、どうかな、あ、なんとかギリギリ防いだか、最後はエリキが反応しておりましたけれども、キャプテンじゃないですか、キャプテンだと思いますけどね、最後ね、ボールカバー、この後です。そうですよね、そうですよね、柿谷です、8番ですよね、はい、藤尾のところは内田が見ています。中央松井のところ弾んで藤尾のシュートだ、おお、ここも防いだ、また角谷じゃないですか、またですよね、今日2回目です、2回目ですよね、ここでしたね、ロングスローで、少し流れてきたボール、いや、これです、うまくボレーで合わせましたけどね、はい、藤尾選手も入ったと思いましたけど、入ったと思います、ここですもんね、スアレスからの長いボール、これがちょっと弾んで後ろに流れましたが、宇野はつなぎます、バスケスバイロンワンタッチ、藤尾が出てきますが、石尾の対応、藤尾が前を向きました、運んだ藤尾、折り返し、あっとゴールイン、
68分町田勝ち越し。このオンゴールはもう致し方ないですよね、はい、まあ、あれはあと藤尾選手を褒めるべきだと思いますけどね、はい、まあ、シンプル、まあ、この後ですよね、まあ、シンプルに入れたところ、まあ、石尾選手と藤尾選手、まあそこで競り合ったところ前向きましたし、はい、それをまあ剥がしながらクロスまで持ってきましたから、うん、まあ、その後ろにも、ね、エリク選手いましたから、はい、でここは町田も荒木がプレッシャーをかけに行ってさらに2度行きます。石岡のパスは宇野がカット、うん、バスケスバイロンからの縦道のりゆくさらにパスにしました。右足のシュートだ、うん、こぼれ球、ここがよく止めました。ホセアブレリオスワレス。この後町田ですけれども2人準備をしております。ファーサイドへ、うん、こぼれてシュートが来た。まだです。セカンドボール止めてヒョンの左足、うわ止めました。ポブ9分台です。そしてここで試合終了です。2対1ホーム町田勝利です。